角田などがしっかりとマークについてますかね、どう剥がしていくかですよ、はい、さあニアサイドを狙ったこぼれたところはシュート決まった、こぼれ球を押し込んでるは森コーダ、ルヴァンカップ2試合連続ゴール、いや見事なシュートでしたね今ね、少しインフロント気味にかけながら逆サイドの隅を狙うコントロールシュートだったんですけども、これさすがの西部も取れませんでしたね、はい、コーナーキックからの流れでした、ここも今津が競った後ですよ ね、 そうですね、金園が体を張った後集中していました、ゴールに流し込みましたよね、いや森コータは昨シーズン、この